はい、皆さんこんにちは。ワンタンメンクマちゃんです。今日の動画はですね、実はね、私すごいね、冬にね太りやすいんですよ。ちょっと寒いとあんま動かなくなっちゃって、ついね食べ過ぎちゃうところがあって、体重が 1,2 キロくらい増えちゃうんですね、やっぱり。でも今年はやっぱり冬だからって、ちょっとその体重が増えないようにね、2週間ちょっとねダイエットっていうかボディメイクに取り組んでみました。で、せっかくなので、今中国で流行っているダイエットレシピを取り入れて、ちょっとね、ダイエットというか、ボディメイクしてみたので、まあ、その2週間の、私の、生活をちょっとね、皆さんに動画でお届けできたらなと思います。中国でもダイエットってね、最近結構みんな気にしてるんですけども、そのダイエットにおける基本的な考え方っていうのがあって、それが、七分中三分練という言葉があります。7割は、食べ物で、3割が運動っていう考え方ですね。で、あと三少两多とかね、三少两多は何かというと、炭水化物や甘いもので晩ご飯の量を減らす、あとは脂っこいものとか、お肉の脂身を少なく食べる。で、増やした方がいいものは、たくさん水を飲むこと、たくさんトイレに行くこと、あと野菜とフルーツをいっぱい食べましょうとね。だからそれをこの2週間ではできるだけ意識して生活を送ってみようと思います。で、あとなんかいろいろ調べるうちにびっくりしたのが、中国ではね、今ね、和食を食べて痩せるっていうダイエット方法が結構流行ってるらしいんですよ。やっぱり日本料理って中華料理に比べたら脂もそんな使わないし、結構調理方法もヘルシーじゃないですか。だから日本のお蕎麦を使ったレシピがもうめちゃめちゃ中国のレシピサイトに載ってたんですよ。これ結構ね意外でしたね。はい、ということでちょっとまとめると、今回の動画ではね、中国で流行ってるダイエットレシピを取り入れつつ、この2週間で私の体がどう変わったかというのを記録したいと思います。ただ今多分体重が、50キロないぐらいなんですよね。なんで体重を減らすってよりも、体脂肪率を減らしたりとか筋肉量を増やすという方向で、やっていきたいと思います。じゃあちょっとね、早速ウエストとか測っていきたいと思います。この辺つきやすいんですよね。この肉感をもうちょっと減らしたいですね。とやっぱ二の腕かな。どれぐらいだろう。でも今朝でさ、ご飯食べてない状態だから、多分ちょっと細く出るんだよね。62かな。62てかズボン逆だ。おはようございます。早上好。今日は、撮影のお仕事があって、1日目なんですけど、朝と昼は作れなさそうなんで、中国で流行ってるダイエットレシピは、夜ちょっと作ってみようかなと思います。今天的早饭是おにぎり、饭团、あとこっちのおかずね。夜ご飯をこれから作るところなんですけども、中国のインフルエンサーさんの間で流行っているあるダイエットメニューを作ろうと思ってます。酸辣娃娃菜ってやつ、なんか中国だとよく売ってるんですけど、日本じゃまだ見たことなくて、でも白菜と一緒です。白菜のなんかよりちっちゃくて甘みが強い白菜っていうのかな。はい、ちょっと分かりやすいように必要な材料をまとめてみました。上かな。で、唐辛子とあとニンニク入れなきゃいけないけど、私めんどくさがりなんでニンニクチューブ使っちゃいます。激辛って書いてる。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個ぐらいですか。で、これで炒めて香りが出てきたら、白菜を入れます。これうちのフライパンじゃ入りきらないかもな。すっごいモリモリ。ちょっと2分ぐらい蒸してみようかな。はい、今ね2分なりました。どうなったんだろう。あ、でもいいね、だいぶしなってきた。お酢はね、中国では一応このシャンチョーっていうのを使いますね。やばい、ちょっと出しすぎた。でもいいでしょう。2回入れます。醤油も本当はね、中国の醤油があるといいんですけど、ちょっともうめんどくさいんで日本の醤油で作ります。これかな。おー、いいんじゃない。なんか色が本格的になってきた。グツグツしてる。はい、じゃあ今日の夜ご飯ご紹介します。まずはこれ、さっき作ったね、酸辣娃娃菜、白菜なんですけどね、酸辣白菜。ネギ乗せ忘れたからね、急遽刻みネギを乗せました。なんか朝食みたいなメニューだけどさ、うちの卵がね、もう今日までだから賞味期限が。
ちょっとね、ご飯はやっぱダイエット中というか、夜はちょっとね、炭水化物の量減らしたいと思って、まあお茶碗半分ぐらいかな。うん、うわ、おいしい。汁辛っ。いや、あのね、激辛唐辛子10個はちょっと入れすぎかもしれない。5個ぐらいでいいかも。うん、これダイエット中だけどご飯が進む味してる。同じような味付けでキャベツでも絶対美味しいと思うから、キャベツで挑戦してみようと思います。 Good morning， 早上好。今天是我的减肥第三天，这个是我今天早上的早餐。まあその前にちょっとね、漢方を飲んで、きたいと思います。これね、韓国のライオンインっていうところでね、処方してもらった漢方なんですけど、あのペペファンっていうダイエット漢方ですね。パッケージ可愛いでしょ。漢方とは思えないよね。なんか食欲を抑えてくれる効果があるんで、食べ過ぎをね防げるっていう。もっとなんかこれ飲むとちょっと代謝良くなってね、脂肪分解を助けてくれたりとか、体の循環を助けてくれて、まあ、むくみを取る効果もあるんでね、まあ、漢方だし体に悪いものじゃないから、これはちゃんとね1日2回ちゃんと飲もうと思います。うん、なんかね、粒が小さいから独特な漢方のそういう匂いもないしね、めちゃめちゃ飲みやすい。中国に行った時飲んだ漢方とはもう全然違う。であとこの漢方ね、すごいいいなって思ったのが、あのオンラインカウンセリングシートでその院長が一人一人に合ったその処方をねしてくれるんですよ。で公式 LINE があって、まあ、カウンセリングとあと服用中の不安とかもね、結構あの相談に乗ってくれて結構安心できましたね。やっぱ連絡を常に取れるってね、いいよね。はい、这就是我今天的早餐。今日の朝ごはんです。午前の収録が終わったのでね、お昼タイムです。鶏ごぼう弁当。はい、皆さん、ただいまね戻ってきました。22時44分もうすぐ11時なんですけど、まあ、あまりにもお腹すいたんでちょっと夜ご飯を今から作ります。まだね、玉ねぎとか残ってたから、さっきね卵と鶏肉とか買ってきて、ちょっとね親子丼作りたいと思います。もう夜遅いけど、やっぱお腹すいたからちゃんと食べないと寝れないから、気持ち悪いからね食べます。ちょっとね、白米から、玄米に変えました。玄米の方が腹持ちがいいし、あの血糖値があの一気に上がりづらいんでね。今ね、親子丼のご飯がこんな感じで、玄米にあの絹豆腐混ぜてます。ちょっとかさ増しですね、お豆腐で。私なんかね、ご飯に豆腐混ぜて食べるの好きなんですよ。でこれ今作った親子丼をこの上に乗せて完成です。今日はね、お昼ご飯が昨日の親子丼のね、まだ残りがあったんで、親子丼とブロッコリーです。今日はですね、うちの近所のスーパーでエビがめちゃめちゃ安かったんで、ちょっとエビとアスパラガスのなんか炒め物のレシピがそのネットに書いてあったから、それ一つと鶏肉とキノコの辛い感じの炒め物のレシピもあって、美味しそうだなと思ったんで、その2つをねちょっと作ろうかなって思います。じゃあまずエビに下味をつけますと、ネギ入れて、生姜もね、やっぱめんどくさいからもう全部こういうチューブタイプだけど、でニンニクと、これでか、料理酒、これぐらいかな、臭みを消すから、これぐらい、でこれを均等に混ぜ合わせて10分ぐらい待つ。いやー、いいですね、いい匂い、いい匂い。 OK、それで10分。じゃあね、この間にもう一個の鶏肉の料理準備しようかな。本当はさ、こういう感じでなんかあの赤も緑も両方入ってんだけど、唐辛子がなんかなかなか青唐辛子が売ってなくて、ちょっと赤だけで今日は作ります。でこのバイユコっていうその白いしめじっていうのかな、もうなかったんで普通のしめじが今日のが30%オフになったから、それで作ります。
はい、今ね切り終わったんでこれから下味をねつけていきたいと思います。で今ね醤油、酒、塩、胡椒、片栗粉を入れてこれ混ぜ合わせてねまた10分くらい置きます。うん、めちゃめちゃいい匂いする。なんかねこのアスパラガスをちょっと茹でなきゃいけないらしいんだけどちょっとめんどくさいんでちょっともう電子レンジでやっちゃいます。ニンニクとオイルを少し、まあこれオリーブオイルなんでね健康にいいやつですね。うん、いい匂い。いい匂いですね。ちょっとね色変わってきたね。さっきね電子レンジでチンして温めたアスパラ入れていきました。おいしそう、いい色。最後ね香りを出すために醤油を一回し入れます。これでいいかな。OK。ということで一皿目できました。美味しそう。鶏肉をいい音だね入れますと、あの鶏むね肉だったら片栗粉はあった方がいいけど鶏ももだったらね、まあ、正直いらないかもしれない。でねしめじも合わせて炒めます。でしめじもね柔らかくなってきたらやっぱり最後はねこの決め手はこの唐辛子ですよ。乾燥じゃないといいらしいんだけどやっぱ家にないんでこれで代用します。本当にこれ激辛なんでちょっと前回よりは量減らしました。はい、最後にパラパラと入れてこれで混ぜていくと、でも結構味濃いめだと思うんだよね。オイスターソースだけちょびっとちょびっと入れる、うん、それで多分中華風味がさらに加わりますね。はい、完成です。ちょっとねあの緑の青唐辛子じゃなかったんで代わりにネギでちょっと緑を加えてみました。エビからいきます。うん、ニンニクが効いてて美味しい。ダイエットするときはエビいいですね。全然脂質ないしアスパラガスも柔らかくなってる。鶏肉いってみよう。うん、あいいね、四川の味する。これでダイエットできるなら全然いいわ。美味しい。今ね夜ご飯を食べ終わってだいたい3時間ぐらい過ぎてこの後寝るんですけども、ちょっとねこの漢方を飲んでから寝たいと思います。これがその夜寝る前に飲むとあのお通じが良くなったりとか体のそのむくみを取ってくれる効果があるんでね、まあ寝る1時間前とかに、服用しています。うん、なんかね私ねこのデトックスペペすごい好きで、なんでかっていうとなんか口に入れた時なんか杏仁豆腐の味がするんですよね。作る気になれなくてもお腹空きすぎたんでセブンイレブンで一膳ご飯焼き鳥買ってきました。よく見たらね脂質 6.1 でそんな高くないんでね結構いいんじゃないかなと。はい、今帰ってきたんですけどももうあまりにもお腹空いたんでとりあえずみかん食べて上をしのぎます。こういうね自然なものから甘み糖分を取るようにしています。なんかお菓子はだからすごい好きなんだけどまああんま食べないようにしてるいつもよりは。うん、うまい。はい、今日の夜ご飯はこちらです。もうね見てわかるように作ってません。野菜ブロッコリーのやつね冷凍のやつ温めて玄米ご飯に卵を入れてでサバ缶とサバ缶は結構ダイエットにいいんですよね。はい、そして何をしまったのか昼間から鍋を食べます。はい、そしてね本当はお米炊こうと思ったんですけど
と時間がなかったのと、オートミールはねもうそろそろ賞味期限なんでね、お米の代わりにオートミールを食べようと思います。まあ、オートミールってねすごい食物繊維も豊富だし、ダイエットにすごいいいものなのでね。はい、ということでこちらが本日の私のお昼ご飯でございます。なんとも豪快なご飯ですね。ちょっと今外にいるんですけど、ポキ丼を頼んでます。マグロとアボカド、枝豆、キャベツ、ケール、あと黒米とかいろいろ結構入ってますね。なんかセブンに売ってたよだれ鶏かな。まず私が一番気になっているこのウエスト周りがねどうなってるか。60かな、60か60.5 ぐらい。なんか前よりはくびれた気がする。腕もなんか横にした時そんな気にならないかな。はい、今日がね一応ダイエット、まあ、ボディメイクの、2週間終わった日の翌日です。ちょうど昨日ねジムに行く機会があって、まあ、体の数値を測ってきました。まあ、さっきねウエスト周りとか腕周りはちょっと測ったんですけども、体重とかどうなったかというと、その時は体重が 48.85kg めっちゃ細かい。体脂肪率 20.2%、 筋肉量 36.6kg で、今回測ってきたら体重が47.2 で、筋肉量が 36.4、 体脂肪率が 18% になりましたね。はい、まあ、なんかね私は体重まで減らすつもりはなかったんですけど、なんか結果的には体重も減ってましたね。体脂肪率が結構減ったので、まあまあまあ結果は上出来じゃないかなと思います。まあ私の記録を見て分かったように、なんかちゃんと食べる時は食べてるんですよね。カフェも行ってるし、その後ねデザートも食べてるし、外食もまあ行ってるんですけども、それでもストレスなく食事管理ができたことがやっぱね大きかったんじゃないかなと。このね、ライオン漢方さんのこのねペペファンを飲んでね、そういう助けもあって、まあ、まずね、ご飯を食べ過ぎないことで、食べたとしてもその消化を助けてくれたり、脂肪の燃焼を、ちょっと手助けするようなこういう手段があったし、こういうサプリだけでもダメなんですよね。脂肪燃焼するって言っても、そう、何もしないでぼーっとしてても脂肪って燃えないから、それプラス運動したりとかそういうのを取り入れたからこそこの結果が出たんじゃないかなと思います。ただ別に運動って言っても本当にジムで筋トレしたりとか、少し緩く走ったり家でストレッチしたりというもうそんなね強度の高いものじゃないです。だから多分ねもっとちゃんと運動してて、でしかもデザートも食べなかったりしたらもっと絞れてたかもしれないということで今日の動画は以上になります。まあね、お正月があったりとかね、そういうところでもちょっとね太るかもしれない場面があるので、ちょっと気を抜かずにね、ちょっと増えたとしてもその後ちゃんと運動して、できれば2022年の動画では、まあ、すっきりした顔でね、2022年の動画でもすっきりした顔で登場したいと思います。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。